ちゃん、小豆島の漁師、浜湯です。動きがなんかおっさんっぽくなってきたね。近づいてきましたっていうか、もう半分中身はおっさんですけど、というわけで今回もやってきました、漁師の休日シリーズというわけでやっていきます。で、今日はね、なんかアヒージョ食べたくなったんでアヒージョを作ろうと思います。昨日ね、いっぱい具材を買ってきたんですよ。取ってさばくんもちょっと今日はしんどいなと思ってね。よし、まあそれでもやっぱ海鮮系がええので海鮮系を買ってきました。じゃあこれ全部ねやっていきます。これ牡蠣はね、戦争が起きないようにね、岡山県産とね、ほら広島県産、これ戦わせたいと思います。はい、で右が広島、左が岡山です。どちらもまだまだ小粒ですね。まあ今11月の末なんでまだこんなもんかなと。でこっちはマダラの切り身ですね。でこれバナメ、ブラックタイガーよりね、タイガーちょっとちっちゃかったりするけど味は美味しいです。インドとかね、まあこれペルー産なんだけど、そっちの方で養殖されることが多いそう。でエビの剥き方は、てかもね、あの剥いてない方がなんかかっこいいんだけど、やっぱ剥いてないと結局食いづらいから剥いときます。剥き方はこうやって最後にもう足を押します、尻尾、これで OK。 はい、じゃあ食材の準備ができた。で、あとはオリーブオイルなんですけど、小豆島のアグリオリーブさんがなんかオリーブの搾油シーンとオリーブオイルもくれるそうなんで、絞りたてのねオリーブオイルでアヒージョを作っていきたいと思います。じゃあちょっと行ってきますね。すいません、社長さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。これは絞るやつですか？そうです、そうです。これがオリーブオイルになるやつ、うん、オリーブオイルになる。黒い方、黒いぐらいのを使うんですね。これはね、化粧品とかあんなに使うのは黒みを使うんやけども、青いやつの方が辛みが強くなって、あ、濃くなっていった方がちょっとまったりとした風味がよく立って美味しいなってくる、ね、そうですか、うん、ありがとうございます。いい、社長、ここはろ過室です。ろ過室、あ、ろ過をするところ。こういうろ紙が、丸いろ紙があるんですけど、はい、これ薄いのと厚いのがあって、厚いのがやっぱりちょっと粗めのろ紙、粗ろ過っていうんですか、はい、それを1回目でやって2回目この薄いのでやって、粗いのから徐々にやっていって、そうです、そうです、このように綺麗なオイルになると、はい、これが無ろ過の状態です。はい、そしてこれが綺麗な状態です。こっちが今育ててる畑、オリーブ畑、子供の木、子供の木で、あっちが大人の木、大人です。これが収穫し終わった大人のオリーブです。そうです。はい、というわけでオリーブの搾油シーンを見させていただきまして、なんと絞りたてのオリーブオイルもくれるそうです。どうぞ。すいません、ありがとうございます。いただきます。というわけで絞りたてのすごいオリーブオイルをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ早速作らせていただきます。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、ただいま。というわけで炙りたてのオリーブオイルをいただいたのでいただきましょう。あ、アヒージョをね早速作っていきます。とその前に、まずはビールですね。はい、それじゃあ1本目、ゴールデンタイム。今現在午前10時です。1本目いただきます。朝から何も食ってないから腹減った。はい、じゃあまずちょうどいい鍋を用意して、アグリオリーブさんのいただいた絞りたてのオリーブオイル。アグリオリーブさんだからね、あの絞りがアグリがなって炙りになっちゃう。これを入れていきます。でもう火もつけて、これでニンニクをやっぱ効かさんとね、アヒージョじゃない。次にこちらの具材を入れていく。豪快に入れていきます。うわー、牡蠣たっぷりでうまそう。エビも、でタラ全部入れよう。よし、全部投入で、さらにオリーブオイルも追加します。いやー、この超高級絞りたてオリーブオイルでアヒージョってなんて贅沢だろう。ここでさらにおばあちゃんの粉入りの塩を入れて、アヒージョ塩効いてないよね店のって。実際塩効いとるのがうまい。今日は塩分過多だ。よし、
これでじっくりと、炒めていきます。ポンクラッシュポンポッポッポグルメスパイス、ネットで今めっちゃ流行ってるグルメスパイス。ちょっとぬくめてる間腹が減って持たないので米を食っていきます。ちょうどね炊いたんですよ朝に。で炊きたて1時間の米で僕の味付け海苔も準備して、こちら概要欄から買えるのでぜひ。それでね僕の大好きな明太子も用意してるんで、ちょっと、先に食べていきましょう。それと今日はねネギもちょっと用意して、まず器にねネギを入れます。これでここに、味付け海苔、まあ普通の海苔でもいいんですけど、これをね刻んで入れます。で次ここにごま油で、ラー油も適当で、僕のヘビーユーザーこれも適当入れて、で醤油もちょっと、よし。で最後にマヨネーズで、最後に明太子も入れて、これで混ぜます。はい、見た目はどうあれネギ明太のり完成で、これをご飯にのせて、見た目はどうあれ普通にうまそう。うん、うまい。ネギのシャキシャキとしたのと、ラー油の辛みと海苔のうまみと明太子のうまみ、最高。うん、うまい。はい、じゃあ2本目いただきます。で今回ですね、いろんな種類のね今回お酒を用意しました。で次はこちら夜な夜なエールをいただきたいと思います。どれどれ、あ、これ好きだわ。なんだろう、すごいねまろやかだし香りも豊かでね、普通のあの生ビールグイグイグイキリッとはまた違うんだけど、これもまたお酒、美味しいお酒として楽しめる味がします。さあそろそろアヒージョの準備ができたかな。だいぶいい感じにねうまそうになってきましたよ。じゃあ止めて運びます。で、できた。でこっちでもちょっと弱火でかけとこう。でオリーブオイルって熱をね加えると香りが飛んじゃうんで、いいオリーブオイルでね熱を加えるともったいないんですよね。もったいないマニアさん、もったいないんですよ。だけど僕の勝ちです。そもそもですよ、今回のこのオリーブオイルアヒージョはですね、搾油シーンを見てその絞りたてのオリーブオイルでアヒージョをする、その体験と見たもの全部含めて美味しいんですよ。まだ食べてないけど、だから釣りたての魚はね、旨味がないって言われてますけど、仮に旨味を感じれないにしても、船上で釣りをしました。釣りをして釣った。それを船上でさばいて食べます。この体験も含めてうまいわけじゃないですか。だから今回、この絞りたてのいいオリーブオイルでこうしたことをもったいないっていうのは、野暮なことで、野暮なことはよしこさん。というわけで、僕の勝ちです。さあ、もったいないマニアさんに勝ったところで、祝杯をあげていきましょう。祝杯をあげようと思ったらね、パンを切るのを忘れてました。パンはやっぱ大事ですからね。アヒージョにおいてのパンはですね、萩の煮付けを食べる時の肝ぐらいに相当するぐらい大事なもんで、それがないだけで、もはやそれは萩の煮付けではないと言っても過言ではないのでないでしょうか。切れた。こうやって机に並べるのがねアヒージョの流儀なんで、こうしますし、いやうまそうですね。どれからいただきましょう。まあエビは通りが早いって言われてるから、まずエビとかあとこういうのとかでいただきます。うーん、うまい。オリーブオイルをいっぱいつけてね。うーん、もうちょい塩効かしたいんですけど塩がないから塩コショウ入れちゃいましょう。パッパッパッと、よし。もうね食べ方は人それぞれですからね。でこういうパンもつけて、魚介の旨味が染みたオリーブオイルにパンをつけるでいただく。
うん、さすが。うん。で、こうやって海苔とエビとアヒージョです。うん。うま、ん、で、もう牡蠣もいいかな。いや、うまそうですね、牡蠣。うん。やっぱ牡蠣はね、香りがいいわ。ほら。このパンもつけて、もう。で、こう。ね、牡蠣とか。牡蠣とエビ。うん、うん、でこの口の中に油が回ったところを流し込む。あー最高。じゃあ3本目、次はこちら。なんて書いとるって思う？海賊みたいなマークにカネンスナウロクピー、カネンスピナウロクピール。いただきます。この恋が実りますように。これ視聴者さんにいただいたコップです。ほら、浜湯って書いてるんです。前物したんだけどね、知ってる人はコアなファンだね。どれ、僕は好きじゃない。癖はなくて飲みやすいんだけど、苦味がちょっと強いかなといった感じで、コーヒーのブラックが好きな人は好きなビールじゃないかな。微糖の方が好きなんですよね、コーヒーで言えば。だからそういうイメージだと思う。属性でいう大人なビールっていう感じかな。お子ちゃまの僕にはちょっと難しかったかもしれない。タラ忘れとったやん、タラ。じゃあタラちゃん食べるです。客だから主食と食べるです。はい。うん、うまい。まあ実際タラの身って結構淡白だと思うんですけど、美味しいタラを食べたことないのか、僕は食べたことないかもしれないあれなんですけど、でもね、臭いな、これ食えへん。うまい。人混みに紛れるとなおさら涙が出るから、やっぱり一人になろうとした。それでも寂しくて涙が出たから、俺は初めて本当の夫を探した。やりたいこととやりたくねえこととが思い通りに4本目ピン行ってみようかな。こっち4パー、こっち7パーらしい。どれ、わーうん、どっちも癖があるね。名前言うの忘れてたけど、ソラチエースだね、多分。なんだろうな、これが外国のビールなのか。僕には正直合わないぞ。いやでもこれは癖になるかもしれない。香りもすごくて、口の中で妖精たちが踊るみたいな感触なんやけど、でも結構ね、雑味というか、まあ苦味も強いかな。外国のビール苦味が強いのかな。牡蠣がね、どんどん小さくなっていくんで、牡蠣を先に、牡蠣食べよう。で、この食い刺しのパンに牡蠣を乗せて、牡蠣食いねや。牡蠣食いね、え？寿司食いねか。落ちたけど、まあいいや。いただきます。牡蠣うめぇ。今日ね、お母さんからね、暴飲暴食はもうやめとき、体に悪いのにって言われたんですよ。やだって言ってやりました。だってこれを大切に思ってくる視聴者さんが、いっぱいおるもん。楽しみに待ってくれてる人がおるし、それにね、やっぱ答えたいっていうのがね、答えるっていうのも僕ももう仕事だと思ってるし、暴飲暴食待ってますとか言われたらね、俺は頑張りたいよね。でも撮影がなくてもどうせするんだけどね、俺の趣味だもん。趣味が仕事になってるって素晴らしい。今日は飲むペースが早いからもう間に合うんちゃうかかんないよ。うん、ちょっと一気に飲みすぎちゃって、かなりちょっと酔ってきたな。
あんだけやったアヒージョもかなり減ってきたな。物産のする安岡力也さん。よいしょ、おまるよ、よいしょ、よいしょ、おまるよ、できよる、おいしょ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 。次はこちら、サンキアスレモンサワー。これもまた初めて飲む味ですね。あ、味というか飲んでないんだけど、美味しい。うん、甘みは強いけどすっきりとしてサンキストって感じ。いや、さすがにね、1時間の間にピャーっと飲むとね、なかなか効きますね。はい、昼飯食いに行こうかな。じゃあ、あれからポケッとね、漫画を読んでました。次の一本いただきましょう。次はね、ホワイトホース、白い馬のハイボール。うん、アルコール 6% なんだけど、めちゃくちゃ濃い味がします。ふーんと飲むと眠たくなって、なんか、ね、年を重ねるごとに飲むと眠たくなってくる頃。何食べようかな。もうなんか、もうお昼でしか考えてなかったから、あとは何も考えてないですよ。ブックオフなのに本ねえじゃん。ここで多分ボジョレーヌーボーは死ぬけど、もうこの際まあいいや。切れとうね、最近のこれ繋がってるように切れとうね。やっぱ赤ワインだからグラスっぽいもんで飲まんとあかんでしょう。乾杯。食べるものが、次何食べようかということで、ちょっと鶏肉があったんで鶏肉を焼きます。鍋を用意して火をつける。唐揚げした思い出の油が残ってるんで、これをちょっと入れて、これで有効活用で、もう開けておいて入れておく。で、塩コショウもパパパーと。で、酒も意味なく入れておこう。これで焼くだけ。酔ってる時に調理をする時に一番重要なのがね、あの火をね絶対通すこと。僕昔ね酔ってて火を通さずに生で食ってたようなバカな時があったんですけど、もう腹壊してめっちゃ嫌かったんで、ちゃんとねこうやって何かしら、まあ水気を入れてあげて蓋をしてしっかり蒸してあげる。これが一番大事ですね。できたらこれ皿に入れて、できた。臭いけどできた。どれ、このうまさはどうだろうか。どれどれ。うん、まあ普通だな。うん、手羽中とか手羽元っていうのは骨があるのがまたいいよね。骨にこのしゃぶりつく行為も含めて美味しい。でも枝豆だってそうじゃない。それをね、なんか食べるという行為も含めていいっていうのがね、これがまたね面白いところで、これが料理とか、なんか、うん、何が言ってるか分からんけど。次の酒はね、もうないよ。買いに行かないといけないのか。とりあえず冷蔵庫に1個だけあったこのちっこい朝日さんをいただきます。ごちそうさまでした。なんとですね、アニメ見ながら私はしたことが寝てましたんで、ちょっとね、寝ます。やっぱワインは答える。おはようございますって言っても、まあ起きてたわけなんですけど、なんとですね、昼の12時から6時までね、6時間も寝てしまってしまいました。
私としたことが何たる失態だ、この休日にもったいない。はい、じゃあおはようございます。もともと顔パンパンでしたけどね、むくんでさらにパンパンですね。なんかイチゴの酒が残ってたので、ワインのスパークリングワインです。本当はですね、まあ暴飲暴食で全国つつうらうらとね巡る旅もしてみたいんですけど、まあ、今11月、こちらの世界では11月の末で、またね難しい時期なんですよね今ね。わかるでしょ、あのあれとは言わないけどね、デリケートな問題はあんま言ったらまたねマニアが巻くから。というわけで、今から食いしん坊さんに行ってきます。はい、じゃあ食いしん坊にやってきました。とりあえず生中をね頼みました。僕はねこれお手拭きは必ず顔を拭きます。ありがとう。寝起き二日酔い明けビールは最高ですね。はい、じゃあ今ね料理を注文してきたんですが、まあ、あの下駄が今回はちっちゃかったので、下駄を今回省いてね、ちょっといつもと違ったものをね、やるよね。はい、じゃあまずエビとラッキョウが来ました。これね小豆島のよく取れるエビ、ザルエビっていうのかな、ちょっと名前忘れたけど、普通の醤油がねうまいんでしょこれ。何よりこの味噌が一番好き。めえ。でラッキョウ、じゃあ次おでんがやってきました。でからしも入れて、まずはこの大根からいただきましょう。いやー染みてうまそうだ。からしをちょっとつけて、おいしょこれ。これちくわごま、ありがとうございます。レモンそば、レモンサワー、お願いします。ちくわも最高。次ブリの照り焼きも来ましたね。これうまそう、めっちゃ美味しそう。あ、どうもありがとうございます。はい、どうも。じゃあレモンサワーいただきます。そこにブリ、生姜も効いて抜群やな、味付けが。筋も最高だ。だしもうめえ、これかつおだしがめっちゃ効いてる。はい、じゃあ次はおにぎりを頼みました。おっきいおにぎり、なんかこれおばちゃんの口に合わせとるってね。めっちゃ美味しい。うまっ。ジンジャーハイボール、めっちゃ濃いやん。めっちゃ濃いふうに作ってくれとるやん。だからさんじゃないんだから僕は。いや食いました。次はね、道草のニンニクラーメン食いたくなったので、ちょっと道草の方に行きたいと思います。ありがとうございました。マスクが波やな。かわいいやろ。やっとる、やっとる。やっとる。ありがとう。はい、どうも。ありがとうございました。おばちゃん、いつもありがとう。こちらこそ。はい、ありがとうございます。おはようございます。
ニンニクラーメンとレバーとあと梅酒のロックです。お願いします。レバーです。生ビール中をお願いします。これがニンニクビールです。ビール茶はラーメンです。これ全部ニンニクですよ。やばいよ。そして生もいただきました。最高。すみません、ハイボール中お願いします。はい、すいません、レモンチューハイお願いします。なんかおすすめとか逆に道草さんもいいよね。しかもハラミとかカルビとかじゃないけど、ああじゃあそのハラミをちょっとあの半人前量で、半人前で、はい、すいませんお願いします。メッシュロックいただきました。これ何でしたっけ？ハラミ、自分で頼んで忘れてました。何やこれ。意外とやらかい。すごいエッチ。いただきます。めちゃうまです。飯の相談ありお願いします。飯の相談、はい、ダメな。一連の動作なら OK やけど、一連の動作じゃなかったらダメとか、そんな感じやったし、そこはもう球審の主観やと思うんです。バッターボックス内でものすごくキープレーの後にキャッチャー取っとるやろ、うん、取って取って、でバッターがもうあったやろ、覚えてるか。こいつら何したの、ボケに。
はい、じゃあ帰ってきました。なんか適当に買ったの、あんま記憶にないけど、いっぱい買ってきてるね、これ。こんなん全部飲み切れるってないだろ、これ。カニがあった。このね、送ってくれたセコガニで作るカニ飯がめっちゃうまかったよ。これ作る。これ作りたい。俺はね、これを作りたいんだよ。文句が出たらね、作らなくていいよ。俺はこれを作るんだ。じゃあまずは、こんまい土鍋を用意してたね。ここに米を入れる。まあ、洗って入れるか。じゃあ米ができた。ということで、なんか下濡れたからこれ、ぬるぬるしたやつで。で、これは、汁なしだよね。このヘビーユーザーを 20g 入れちゃおうよ。じゃあ、20g 入れて、これで水が飲むあれがわかるんだよ。飲み物の、分量っていうのがわかる。これでな、170ぐらい入れるんだよ。これでよかろう。で、あとは塩コショウを適当に入れてだな。で、カニも適当に入れてだな。これで炊くのだ。これ邪魔で、これも邪魔で。これで、これで、これで、これで OK なのだ。いやガタガタだな。なんか落ちたけど、まあ。それもまた人生だ。それで今もじゃじゃがりこ食います。ん？なんか知らんけどピーって聞こえる。まあ何やかんやね、これ、ほら見て見て見て。米がうまそうにできおるんで、あと15分ぐらいできるかな。ヘイシリータイマー15分。ヘイシリータイマー15分。なんでできないの？ヘイシリータイマー15分。すげえ。カニ蒸しも炊きましたんで。いただきます。うん、やっぱセコガニのカニ飯は最高だな、これめっちゃうまい。うん、うまっ。次だ。次はこれだ。氷結無糖。これがなかなかうまいんだな。で、僕はね、普段右利き、普通は右利きなんですよ。でも左で持ってる。ね、左持ってる感じで、カメラ的に左の方がいいからです。それだけ。それじゃあナポリタンを食べるか。込めてあげる。うわ、食べたい。あ、皆さんおはようございます。あ、昨日はなんか調子悪くてほとんど記憶にないな。それじゃあいつもの感じでテーブルマナーを見ていこう。うん、今回のテーブルマナーはかなり控えめですね。で、まあアヒージョもちょっとになってて、 UFO 買ったのか。これ食べよう。昨日の僕はこれを食べたいと思ったんでしょう。で、ここでまずソースは入れてはいけません。これは常識です。氷結が残ってた。もったいないから氷を入れて飲みましょう。キンキンに冷やして。炭酸が抜けてまずい。昨日の俺が朝から飲む用のなんか買って、おお、いっぱい残ってんじゃん。これいただきます。やっぱ二日酔いに流し込むのはまたいいよね。これもコップに入れちゃおう。
でアヒージョも余ってるからこれぬくめっちゃやろ。ゴミがあったら危ないとでしょ。で昨日のねネギの残りと明太子があるのでこれもまたいただきましょう。ではもう普通にちょっと明太子でいただきます。うん、これだよ。うまっ。昨日今日で一番うまいな。それは汚いという人もいるかもしれませんがね、僕の勝ちです。湯入れてこれで3分待てば完成だそうなんで、あったかさ持続だ。よし、もう焼きそばもできたかな。よし、じゃあ湯を切ります。湯の中へ。ここでしっかり湯を切るのだ。よし、そしてこの大人のふりかけをふりかける。ではレッツ混ぜ混ぜ。焼きそばを食べるときに一番楽しいのはこの瞬間ではないか。でここに残ったご飯を加えて、よし、いただきます。うん、昔からの素朴な味がうまいよね。そうだ、焼きそばをこれのせたら焼きそばパンじゃないか。うんうん、まずい。めっちゃ湿気てる。オリーブオイルの湯に沈めておきます。まあね、残りはゆっくりと、まあ、ゆっくりとやらないけどね、もう仕事もあるし。で焼きそば食べたらあとは酒を抜いていきたいと思います。はい、今回もいい休日が過ごせましたんで、あとはゆっくりと、酒を抜いていきたいと思います。おねごしありました。じゃあね。次はハイボールいただきます。ストロングはね、あんまり飲みたくないんだよな。答えるからね。でも買いに行くのはめんどくさいし、ここにこれがあるから飲む。美味しいんだけどな。